泣かないで泣きたくもなるよね。ねえ泣きたくもなるよね。ちょっとあまりにも人の気持ちを考えられないやつがこの世には多すぎる。私はびっくりしたよ。え、なんでこれで私が叩かれるんですかっていう意味がわからないよ。うん、いや、ひどいよね、本当に。結局まだ見つかってないです。だからさあ、え、こじゃあ書かなかったよ、さすがに書かなかったけど、まあその撮影があった日にないってなりました。で、まあ、パニアがあることは多分衣装さんたちも知ってて NGT ので、まあそう、東京で撮影があったからね、東京に衣装を持ってきてもらって郵送してもらってるわけです。でそれを詰めてるのはもちろん NGT の衣装さんなんです。だからパニエが入ってないんですけどって言った時に、じゃあ最後にどこで見ましたかって聞いたら、劇場で見たって言ってて、いや、じゃあ入れろよまずその郵送するね、トランクに入れろよって思いません？最後に見たの劇場っておかしくないって。だってドレス一式で、でピンクのフリルついてる特殊なやつなので絶対別にすることもありえないし、あんなに大きいものなくすってこと自体意味わかんないわけですよ。な、入れろよって思いません？一緒に置いてあるんだからね、わかる。で結局それ入れてなくて、でまずそこでも意味わかんないじゃんで、まあ、そんなこと今までに何回もあったし、この間の六本木アイドルフェスティバルの時はスイスイの衣装がね一着なかったので、マネージャーさんがわざわざギリギリの新幹線に乗って手動で持ってきたので、それも意味わかんないじゃんまずね。で靴がないのも何回もあったし、だからもうなんかよくわかんない、そのミスが多発してて、でまあなんかそう、もうそんなことがいくつもあって、私は我慢してたよ、我慢してたけど言ってたんですよ。まあお母さんにもそうだし、なんかここ結構ずさんすぎるから、これ次からちゃんとしてくださいって何回も注意しても治んないから、で極めつけにこれでしょ。意味が分かんないじゃんいやあのさ、分かんないよ、そのどれだっけお給料もらってて、どういう携帯でお仕事してくれてんのか、私はそんな細かいところまでは知らないしね、そこがもしかしたらめちゃくちゃねあれなのかもしれないけど、でもここにさ迷惑被ってる、撮影、じゃあ撮影チームがいました、カメラマンさんがいます、その撮影してる場所を貸してくれてるスタジオの人がいます、そんな人たち全員に迷惑かけてるわけですよ。リスケになってるからね。私だけならいいよ、私だけならいいけど他の人たちも迷惑かかってるし、なんならフェスに関してはフェスの人たちだって時間ずらせないし、タイムテーブル決まってるから、私の卒業ドレスに関しても卒業ドレスだよってまず思うし、で自分たちが作ったものじゃないわけですよ。そのなんか今だったらその外部に当たるおされさんのチームが作ってくださってて、それも保管するのが、まあ、仕事なわけじゃないですか。なんでそれすらできないのって思ったし、なんかそのあんなに大きなものをなくすってこと自体が意味わからないし、そう
まず東京に郵送するときに入れろよって思いません？なんで最後に見たの劇場なの？よくわかんないんだけどって私はその時にも思ったけど、まあいいとして、それでね、じゃあ撮影が止まりました。私ドレスの上だけ着てスカート履かないで待ってる状態なので、まあ2時間かかるけど、新潟から持ってくるしかないじゃん。でもなくて、でまあライトの関係とか日が出てるうちにね撮らなきゃいけなかったから、それすらもできなくなってリスケになったんですけど、まずパニエがないこと自体おかしいし、別日にね予定をずらしてるわけですよ。他のカメラマンさん、メイクさん、スタジオの人たち全員の予定をずらしてるわけ、私の予定もずらしてるわけ。なのにそう、衣装紛失してリスケってすごい意味わかんないことなのね、普通だったら。普通だったらね、うん、そう、私だって待ってたよ、 1,2 時間ぐらい待ってたけど結局なくて、でしかもそれもね NGT の劇場にあるっていう話だったから、まあ普通ね、なくした当人たち、衣装さんチームたちが探せよって話じゃないですか。予定あって劇場行けませんって何時間経たないと劇場行けないですみたいな感じだったらしくって、はみたいな。いやいや、なくしたの君たちですよね、最後に見たのもあなたたちですよね、なんでここでタレントもそうだしね、スタッフさんたち、他のスタッフさんたち待ってるのに行けない、探しに行けないって何ってなって、で他の全然関係ないマネージャーさんが探してくれてんの劇場で、意味わかんないじゃん。でテレビ電話つないで、ここにもないですか、ここにもないですかって聞いて、なくて、何をしてるのっていう。だし、なんか他にもね、そのコンサートで言うと、全然そのフィッティングした時と全然違う衣装がメンバーのところにかかだから違う子がフィッティングしてたものがその子のところにかかってたり、私もジッパーの衣装をオリジナルで着たくて頼んだんですよ。でもそれもなんか上と下なんかね、誰々の誰々のって決まってるじゃないですか。それがもうごちゃごちゃになってかかってて、結局ガーターがないまま出ることになってっていうのもあったりとか、それって新潟の衣装チームがやってるのね、ラックにかけて準備してるのね、意味わかんないじゃん。もうなんかそういうことが多発しすぎて、でドレス踏んだことに関してはドレス踏まないでくださいって私そこで切れたの、その場で切れたので、その後謝りに来たよ、なんかすみませんでしたみたいな。それはまあ謝ってくれたからいいとしても、でもさ、まずさ衣装チームでしょって、ドレス踏まないでよって思ったし、もう次からないようにしてくださいねって言って、で周りはそれを見てるわけじゃないですか。それで中井理香怖みたいになるわけじゃないですか。いや違うじゃんって、どれだけそのドレスのこと大事に思ってて、私がどういう思いで作ってもらって、どういう思いで衣装さんたちが作ってくれてっていうのも多分まあ理解してなくてね、なんかそのドレス踏んだことに対して謝ったよ。だけどアンコールの靴下が違ったのとか、その未だにドレスのパニエがないのとかもまず謝られてないし、一回のミスならいいよ、そのパニエ急になくしました、で今まですごいお世話になってて、でパニエなくしちゃってごめんなさいって言うんだったら、私は対外的に言わないですよ。そんななんかここまで我慢してたから今言ってるわけで、でなんかうちうちで解決しろみたいなことも言われたけど、うちうちで言って解決できなかったらもう外にさ助けてって言うしかないじゃん。もうなんかショーチームってバイトじゃないよ、普通にショーチームですよ。でもなんかそういう人たちに限ってさ
なんか外で言ってたりするらしくてなんか違うし、なんかそれも、うん、だから私としては本当によく分からなかった案件理解ができなかった、なんでそんな風になるのかも分からないし、絶対になくさないだろうぐらいの大きさのものをなくしてることにも意味が分からないし、てかまずなくす前にその確認した時に、そ東京に郵送する時に入れろよって、適当すぎない、その時点でないの分かるじゃん、じゃないって言ってよって思うし、撮影チームとか他のスタッフさんは集まってくれてるわけで、その撮影のために。だからなんかやっぱりそのメンバーのね、全然違うこの衣装を当て込んだりっていうのも書いてたけど、なんか他の、私はこの衣装って思い入れがあるじゃないですか、名前入ってたら。で現メンバーでいるのにだよ、他の子に当てたりしてて、それもよく分かんないし、うん、だからなんかどういうことなんだろう。でわざわざそのサレさんのチームがね、そのうちの NGT の衣装チームにこうやって保管してくださいっていうのを、まあ、言ってるわけですよ。私も聞いてたし、こうやって保管してくださいね、スカートは逆側にして吊るしてシワにならないようにしてくださいとか全部聞いてた、私も横でね。なんかそんなことまでしてもらっといて、なんで保管すらできないのって思うし、うん、で外イベで衣装がないに関してはもう意味わかんないし、うちらだってフリパンで出るって言ってたんだよ、六本木アイドルフェスティバル。びっくりしたからね。でなんかもうマネージャーさんも超焦ってて、ちょっと待って4人分しか衣装がないってなって、一式なかったわけで、普通ね、普通だよ、普通というか私が見てきた普通、おされさんチームだった時は予備まで入れてた、この子の衣装に何かトラブルがあった時、じゃあこれを代わりに使ってくださいね、予備まで入れてた、靴だってそう、 SML の予備まで入れてた。なんでないのってなっちゃうし、私はそれを見てきてるから、なんか要求するものが高いって思われても仕方ないかもしれないけど、でもなんかまあそのアイドルの衣装をやるんだったらさ、やってよって思うし、で結局もう4年ぐらい、3、4年やってるわけでしょ。でそういうミスがなくならなくて、極めつけに私のドレスのパニーなくしてるわけですよ。もう言っていいでしょ、さすがに。卒業した後に言ったらさ、卒業した後のやつが何言ってんのって言われるだけだし、今しかないと思ったもん、私だって なんか、うん、結構だから我慢した上でのポストだったので、そこはなんか、まあ、私も叩かれるって分かってたけど どうせなんかまた中井梨花が炎上させてるだけだろみたいな言われるんだろうなって思ってたけど、でもさ、言わないと変わってくれないと思って私は言ってるわけですよ。だって私が直に言ってもそんな感じだし、まあマネージャーさんとか通して言ってもらってもそんな感じだし、で見かねたメイクさんが注意してるレベルなのね。メンバーって衣装に思い出あって、だからやあんまり他の子の合ってるとか良くないと思いますよってメイクさんまで言ってくれてんの、それでも治んないの、どうしてって言う なんか、私の方ができるよ、衣装多分。何年やってんのって、なんなら。
いやだからね、熱意の違いなのか、違う会社に頼んだ方がいいんだよ、完全に絶対に。でも仮にもさ、お金をもらってそういうお仕事をしてるわけじゃないですか。で、管理なんて仕事の、だってさ、衣装って展示されるぐらい大事なものだし、私たちにとってはこの曲のこの思い出のある衣装って思うものじゃないですか。なんかそういう感じなんだってなりますよね。まあもうこれに関しては怒ってしまったことなので、まあ、まだ謝られてすらないけど、今後改善してくださいとしか言いようがない。それかもう違う人たちに頼むかっていう。謝られてもないよ。探してくれてんのかもよく分かんないし。マネージャーさんが探してくれてんのは知ってるけど、それやばくない？社長には謝って、社長から謝られた、謎に。社長悪くないのに。まあでもそうだね、衣装分に関して共通の認識として、衣装は大事なものでって、これを言わなきゃ分かんないのもちょっとどっかしてる、イカれてんなと思うけど、なんか衣装ってこんなに大事なもので、こういう風にメンバーが思ってるから大切に扱ってくださいみたいな、そういうなんか講習みたいなのを受けさせてもらった方がいいぐらい、もう分かってない本当に。まあでもそんな感じなんです。だから私はもう昨日は悔しくて、涙が止まらなくて、なんかちょっともう配信する気にもなれなかったのでしなかったんですけど、悲しいし、でもそう、しのぶさんがね、幸せに卒業してほしいし、絶対間に合わせるからって言ってくださって、もうそれで私はメンタルがなんとか回復したんですけど、でもなんかさ、しのぶさんのさ手をさまた煩わせるのも違うじゃん。私なんかね、急がせるのも申し訳ないし、だってこっちの衣装チームがなくしてんのに、また同じの作っていただくことも失礼だし、そんなポンポンできるもんじゃないからね。なんかそれちゃんと分かってんのかな、うちの衣装の人たちはっていう気持ち。
なくしたんなら NGT の衣装部が頑張ってさ作れよって思いません？なんかそこの責任感がないからなんかこんな風にずさんに管理できるんだろうなって思うし、なんか普通に舐めてるんだよね。舐めてるっていうかなんか なんだろう、いやなんかすごいよね。だってそのメンバーにとっては一点物だし、卒業ドレスなんてさ一番大事な衣装じゃん。なんかその程度なんだって思ってすごい悲しくなりました。こんなこと本当に言いたくないけど意識としては最低レベルだし、なんか、じゃあやんなくていいよって本当自分たちでやった方が100万倍ちゃんと衣装着れる気がする。なんなら LINE してほしいもん、これとこれとこれでいいですかって確認のメンバーに。そしたら見るしちゃんとなんかあこれで大丈夫ですって自分たちでできないんだったらね。なんかまあそういうもう怒り悲しみを通り越して呆れ案件だったんですけど、もうでもね対外的に言うなよっていう人たちの意見もまあわかる。だけど私は言わなきゃ気が済まなかった。もうだって中でどれだけ言っても分かってくれないんだもん。でこのまま変わらずそんな感じで行くんだったらこれから NGT の活動していくメンバーがかわいそうだし、だったらもうこれを機に衣装チーム変えてくださいっていうぐらいの気持ちだし、私はね。いや私はそう思いますね。結構もうやばいんじゃないってなんかその管理の一つもできないような人たちで今後も多分ミスするだろうし、なんか言われたことも以上にケアしなきゃいけないのが衣装であって、なんか周りのグループのチームなのに言われたことすらできない、挙句の果てには物なくすって結構もう本当大問題だと思ってて私は
何があれって人に迷惑かかってるんですよ。自分だけのミスで、じゃあなんて言うんだろうな、そのなんか自分のイメージだけが落ちるとかだったらいいけど、仕事ができてない、スケジュールがリスケになってるわけだから、いろんな人たちを巻き込んで。そこはちょっと直していただかないと。私はもうあんまり一緒にお仕事したいとは思わないか。なんか直してもらった服に待ち針刺さったままだった時もあったし なんか衣装、靴がね、普通に外フェスでなかったりとかもあったし、あとなんか私はその卒コンの時、みんなに NG、 私に全部こう衣装の確認が来てたから、卒コンの場合は私のコンサートだからね。だからじゃあこの靴下にしてくださいって指定したものと全く違うものにリハでなってたから、じゃあ明日までに直しといてくださいねって言ったので、その日のリハは私の衣装じゃないものも私のところのラックにかかってたりとかでね、こっちの全然違う早替え場じゃないところで私の衣装ないってなってる子が何人かいたり、靴がね全然違う人のところに入ってたりしたりしていて、でコンサートって早替えを伴うじゃないですか。そういう時にそういうミスってもう致命傷なんですよ。で一緒に出てくれた一平さん、ダンサーの一平さんもジャケットがなくて、で衣装さんに「どこ置いてきたんですか？」っつったら「え、置いてきちゃいました」みたいな。いやいや、もう今出るけど、 MC もう終わるけどみたいなミスとかもあったりとか したらしく、もうね、だから逆に何ができるのって 思うぐらい、もう本当にとてつもなくやばいんですよ。これ今まで我慢してた方がすごいと思うよ、私は いや、もう本当に置いてきちゃいましたじゃねえよ、走って取りに行けよって思いません？で全然違う、その私のドレスの関係で来てくださってたおしゃれの、もともとお世話になってた方に私ついててもらったんですけど、もう本当に心もとないからね、その人がなぜか全部やってくれて、本来は NGT のチームの衣装の仕事なのに なんかその人がもうジャケット着せてください、叫ばないとジャケットも着せられない、早替えなんだよ、こっちは1分の勝負をしてるのに 何してんの、ここに邪魔なだけなんだけど、みたいな仕事をされてて、じゃあ自分で着れるけどっていう。もうで全然フィッティングした衣装と違ったって言ってる子もいたし、なんかそんな感じでいいの？これからもずっとって 私は別にもう卒業するから、じゃあパニエなくなったけどね、もう見つかんないし、もうすごいイライラしてるよ、イライラしてるし、もういいやってなってるけど これから一緒にお仕事する子たちがかわいそうだよって思って。じゃあ私がここで言わなかったら、そんな劣悪な環境のままずっとね、我慢してるメンバーがいて、でミスを重ねる衣装がいて、
それで今後もやってくのって、いつかすごいミスを、今回もすごいミスだけど表に出た時そういうミスがあったとして、じゃあその時に明るみになって NGT の衣装こんなやばかったんだってなって取り返しのつかないことになるより、今から考え直してもらった方が良くないっていう気持ちはあるし、なんか公園で用意してもらった靴も私は全部でかくて、でじゃあ本番までにシューズバンドと、シューズバンドっていう取れなくなるやつがあるんだけど、あれとその中敷きみたいなの入れといてくださいって言って入ってなかったことも何回もあるしなんかその場で入れといてくださいって言ったら入れてよって思うし、全然何も知らない人はじゃあ自分でやれよって言うかもしれないけど、衣装さんってそれが仕事でいるから、なんか服に待ち針刺さったままだったのはね、私がそのまま気づかず着てたらめちゃくちゃ流血してただろうしえ針刺さってるけどってなったし、なんかもうそれはね衣装直してもらってるから仕方ないんだけど、なんかすごいよね本当に、普通に事故ると思うこのまま行くと。だって靴が違って、じゃあ厚底のヒールですこけて怪我したらそれどうすんのって思うし、外イベでじゃあ靴がこの子の靴がないですサイズの違うやつ履いて出て怪我したら衣装さんたちのせいだよって、で帯同しない時もあるんですよ、その荷物衣装だけ郵送して来てくださいっていう時もあって、そういう時こそさ自分が行かないんだったらなおさら確認してくださいよって思いません？でそれをだからメンバーに言ってくれた方が、じゃあ私の衣装はこれで大丈夫ですって送るし、なんならだからなんかもう救いようのない、食いようがないんですよね、うん、まあいいんですけど、もう諦めただってまだ見つかってないんだよ、どういうこと、どうしてどこに行ったの、私のパンにピンクのフリフリついてるんだよ、その下の中のスカートが広がるようにパニエってね骨組みみたいになってて、こう透けたりしないように布んでなんかテントみたいな感じになってるんだけど、その下にねその足長いドレスだったからその足が見えたりしないようにちゃんとレースがついててお花もついてて、でそのお花も一個一個サレサのチームがこう手作りでねつけてくれたやつなの、なんでなくすの、でなんかその撮影ができない続行できないから、じゃあ代わりのもの こうやって畳んでも1メートルは超えるぐらいの直径なんですよ、だからなんでなくすかよくわかんないしでなんかあの
その他のね卒業生のドレスで使ってたやつならありますってなって、じゃあそれ代わりに持ってくるっていう話になったんですよ。で、まあ、テレビ電話つないでるじゃん、広げてみたらボロボロなの、なんかもう破けてたりして、昔卒業してた子これ使ってたのって思うぐらいやばくて、どうやって管理してたらこうなるのっていう。卒業してった子のドレスだからどうでもいいってこと？って思って、私はすごく悲しくなりました。それも思う。だから仕方ないんだけどね起きちゃってることなのでどうしようもないし、時間は巻き戻らないので、こんな起きたことにぐちぐち言ってんのも仕方のないことなんですけど、それでも言わないと気が済まなかった。私は本当にイライラして、メンバーのこととか衣装のこととかどう思ってるんだろう。でその割にはなんか私が やりましたみたいな感じ出すし、なんなのと思ってな、何どうしたいのって思って、大丸でやってた衣装、いやそれねメイクさんも言ってた、いつも見てくださってるメイクさん、うちの衣装さんたちも衣装店見に行けばいいのにってそしたらもっと大事にしてくれるのかなって、メイクさんが言ってるぐらいやばいんだよ本当にやばいんだって。なんかもうで私はまあ人一倍その衣装がすごくなんだろう好きというか、48の衣装がめちゃくちゃ好きだから、なんかそんな感じなんだと思って、うん、悲しくなってもう考えてたら涙出てきたもう嫌すぎて、だってせっかく作ってもらったのにさね、もうなんかどうでもいいんじゃない？じゃないとあんな態度取れないでしょ。今予定あるので昼からしか行けませんみたいな。は？こっち早起きして準備してもうメイクも完璧にしてドレスの上まで来て待ってんのに、お前らがなくしたんだろってどういうことだよっていう。いやだからもう どうすればか、もう人を変えるしかないと思う。もうだって何回言ってもなんないんだもん。
チームを変えるか、なんかそれかもう本当にそういう講習を受けてもらって、どういう風に衣装を保管してどう大切にやつ、もう遅いけどね、何年経ってんのって話だし、どういう風に管理して、でその子に合ったその衣装をどうやって準備するかも、でも1から100まで全部教えないと無理だよ。だってもう意識が終わってるからなんかもう無理なら違う人に代わってもろてって感じだし、でなんかその他のメンバーからもね、そういう意見がマネージャーにあったから、じゃあ衣装さんと話し合いの機会を設けましょうってしてたんだって。もともとその他のメンバーからのそのなんかちょっと衣装の管理がやばすぎるからなんかそういう話し合いってしてるんですかみたいなのがメイクさんからもメンバーからもあって、で結局その話し合いが今できてない状態で私が切れてるっていう感じなんだけど、そうでも運営はその場を設けようとしてくれてたっぽくて、でも私はもう本当そんな場を設けなきゃいけないぐらいやばいんだよって自分たちが気づいてないからもう無理だと思ってて まあもう仕方ないですよね。私はもう結構まあ迷惑被ってるしなんかスケジュールもねぐちゃぐちゃになったし、卒業公演のリハもしなきゃいけないのに撮影今止まってる状態だから、なんかで何も知らないやつが私のツイッターだけ見てさ面白がってネットニュースにするでしょ、違うんだよね全部全部さ、よく調べもしないでさ卒業公演の日程書くしさ、お前はこれどこでそんなよく30日ですって言い切れるなと思ってびっくりしたわ。本当にどういう記者が書いてんの、マジ頭おかしいだろ本当に神経大丈夫そうって感じ。もう私はもう総じて世の中終わってて草って感じだけど、もうでもね、ほんとしのぶさんの、私はそのしのぶさんのなんか幸せに卒業してねって言葉でも救われたので、もう終わり、これで終わりもう結構言いたいこと言ったしもう私は結構もうそれでメンタル的には回復したし、まあそのほんとしのぶさんたちには申し訳ないけどまた作っていただけるって言ってくださったので、もうそれだけでもう本当に私は幸せな方だなと思って落ち着いた。
申し訳ないと思う。そうだよ、まず見つけてパニエを謝りに行けよって私も謝らなきゃいけないと思ってるし、うちのチームの話だから。うん、ほんと っていうか、まず私にも謝りに来いよって思うしどういうことなのナックスって。ほんとマジで理解が及ばない。ほんとになんかなんでそうなってるのかよくわかんない。アホすぎてもうわかんない、わかんないの。なハテナがいっぱいだった。え、なんでがまず一番最初に来て、だってでかいんだよナックスって何みたいなこの、しかもまだ何2週間ぐらいしか経ってないでしょ、それなくすって何みたいな。1ヶ月もログに保管できないのってどういうことみたいな。でマネージャーに探させてないで、お前らが一生懸命探せやって思うし、うん、人としてだよ、ね、もういや仕事がどうとかなんかお給料がどうとかじゃなくて、人としてどうなのって、人の大切なものかあ預かっててなくすって人としてどうなのって思わない。なんかだから労働環境が悪いんじゃないですかみたいなコメントもあったけど、自分の予定行使してマネージャーに探させるほどだから余裕あるんじゃないとは思うけどね私はえだってそうじゃない、待ってんだよ何十人もスタッフが。自分の予定行使して自分がなくしたものを探しに行かないんだよ、時間になるまで。意味わかんなくない？すっ飛んでいけよ。私だったらすっ飛んでいくけどね。な、え、なかったですか、すみません、まずそこで一回謝って本人につないでください、本当に申し訳ないです、今から探しに行きます。すっ飛んでいくけどね、自分のミスなら。多分自分のミスと思ってないもん。関わってるから態度もわかるけど、どこですかねみたいな感じなんじゃないもうわかんないけど、私が普段関わってる限りそんな感じなんだよね。もうでもいいよ、仕方ない、こればっかりは仕方ないですを踏むってそれもおもろくてさ、メンバーあんなに気をつけてさね、普通寄るところをさ寄らないようにしてくれてたのにさお前らが踏んでどうすんのって思ったけどね。
なんか衣装さんがさ、リハ終わりにさ私のところに来て「衣装を踏んでしまってすみませんでした」って言ってる図意味わかんなくない？衣装さんだよねってメンバーならわかるよ、後輩とかが間違って踏んじゃって「すみません」って言ってるのわかるよ、衣装さんだよねっていう、うん、だからいいんです私はもう諦めました。うん、まあでもだから卒業公演には多分ドレスは間に合うので、ほんとしのぶさんのおかげなんですけど、ほんとにちょっとみんなありがとうって送っといてね。もうほんとにしのぶさんいなかったら私死んでたよ、もう辛すぎて。あんなに大切にドレス大切って言ってたのに何なくしてんの。うん、ありがとうって言ってね、本当にしのぶさんのおかげだから全部。素敵な人だよね、本当に。最後くらい気持ちよく送り出してほしかった本当だよでももうしょうがないじゃないもう私が言ってさあこんな感じじゃん、みんなも世間の反応ももう無理なんじゃないかなって思って、私はもうそろそろ諦めようとしてる。誰かが言うのかな、今後こういうことがあった時に。あのさ、なんかぐじぐじ言ってくる人いるけど、自分の推しメンだったらどうなのって思うし、じゃあ自分の分かんないよ大事なものを預けてて勝手になくされたらどう思うの。でその人がいつも日常でミスしてる人だったらどう思うのってそりゃ信頼も何もないよねって思うけどね。私が言ってるからそうやって文句が出てくるのかもしれないけど、うん、それも私は覚悟で言ってるので別にいいんですけど。うん、過去に生きてる人はもう過去にしか生きれないから、
ネットでしか生きれない人もネットでしか生きれないしだから別にもうそういうの見てもうはいはいって思ってたけど、私はでも本当何よりもその亡くなったのが辛かったから、何言われててももうまひってて早く見つかんないかなとだけ思ってた。そう、でもなんかわって思ったリプとか全部スクショしてブロックしてあるので大丈夫です。わって思ったやつはね、うん、なんかマネージャーさんたちで探してくれてたみたいだけど、なんでマネージャーが探してんのって話だけどね、うん、なんか探してくれてたみたいで、でもなんか劇場くまなく見たけどないです。でなんかその撮影のね現場にいてくださった方、マネージャーさんも今日ずっと探してくださってたんだけど、それでもなくて、そうでなんかなんかその探してるスタッフマネージャーを見て、でなんか3期生とかも一緒になって探してくれてたらしくて可愛くないなんか探してくれてもなかったらしくって、そうマジいい子たちだよねね、衣装さんたちが探してよって思うけどマジ可愛いよねないですねーとか言って電話口で聞こえててごめんねと思って、いやなんかマネージャーが探してんの見てどうしたんですかってなって、それでなんか一緒に探してくれてたらしい。可愛いよねマジでね、そうなの。神対応だよ。だからなんかそのなんかね、もう結構とんでもハプニングだけど人の優しさも触れられたのですごい良かったなと思って、もう良くはないよ、良くはない、全然良くないんだけど、もうでももうほんと不幸中の幸いというかなんかみんな優しくて、マネージャーさんもずっと今日も朝からずっと探してくださってて、ありがとうって感じですね。うん、マネージャーたちは多分もう震え上がってた、ね、理科のものだから他の子だったら別になんかあなんかごめんねって前割り倒したらなんかはぁみたいになるかもしんないけど、中井理科だからね、暴れちぎるの分かってるじゃんやばいやばい、中井の衣装だねだったらね、それは震えるよね、もうみんないや笑い事じゃないんだけどね本当にもうだってね、他の子だったら本当ごめんねって言っとけばなんとかなるかもしれない、私がこうなるの分かってるじゃん、
で誰よりも多分衣装のことをこだわってるのも分かってるし、だからね、リガメの衣装ないってなったらもう本当に大事件なのでね、本当なんか大奥の一番怒らしちゃいけない人のね、十二一重がないみたいなことですから自分で言うんだよなすいません、おつぼれのなんかよくわからん、すごいなんか奥の方にいるね、一番怒らしちゃいけない人のやつなくしちゃってるみたいな、とんでも地雷ですよ。うん だからもうみんな焦って探してくれてたんだろうけど、だそれがすごい伝わったので、私もマネージャーにはそんなキレてないけど、衣装さんどうなってるんですかとは言ったよ。卒業後は自宅の一室、さ、自宅の一室って私どんだけ広い家に住んでると思われてんの そんなさ、ドレスを着るところあるかな。でももうほんと管理ができないなら自分で管理するしかないよねって思ってはいるけど、本当に。リガちゃんミュージアム作る。でもな、すごいさ、素敵なドレスだったから、なんかまたあの時に着たドレスじゃあ、まあ新しいのだとなくなっちゃうじゃないですか。それでもすごいありがたいんですけど、でもなんか全く同じものは作れないし、なんか本当何考えてんだろう、だから見つかるのがね一番ですけど、悲しい事件でしたねちょっともうてか、でもこんだけなんか総動員してないなら、もうどっか違うところに置いちゃってるか。でもね、私もね見たんだよね劇場で。だからなんでなくなったかもうよくわからない。なんか私も見たの最後、新潟県民会館で脱いで、それでなんか保管してもらう説明をしてるのも横で聞いてたし、でなんか私結構最後の方までいたんだけど、それも詰めるのもなんか見てたし、なんかだからで劇場にあるのも私も見たんだよね、見てて、
謎なんだよね。しかもドレスの方じゃなくてパニエだけなくなってるからなんでっていう。あんな大きなものそんななくなるかな。でなんかパニエってね、保管方法が特殊で折っちゃうと骨組みが折れちゃうから、こうピタッて丸のままこうなんかなんだろう、平べったくして、それでなんか袋かなんかに包んで置いておくんだけど、なんかどうやったらなくすんだ。えちょなんか不思議でならない、なんかもう本当に不思議。岡田さんが履いてるかも。岡田さん履いてたら何してんのって話だよ。脱げ今すぐ。何をしてんのってなるよね本当に。いや間違って捨てるほどの大きさじゃないし、だって装飾もついてるんだよ、ドレスと同じお花のピンクのフリルがついてて、だからもうほんと不思議、どういうことみたいな。持ち出すにも、うん、てか監視カメラとかあるでしょ、劇場なんだもん。だから盗難はねまずありえない、だってそんな大きいもの持ってたら何持ってんのってなるし。いや不思議だ、世にも奇妙な物語すぎるよ私からしたらね。え、どういうことっていう。GT の七不思議に登録。他何やんないの GT の七不思議。ちょっと気になるんだけど。NGT の七不思議作るとしたら何だ、モエカ。モエカの存在自体が不思議だから七不思議だよね。ハニエの行方と高倉萌か。七不思議。え、あと私あれもう一個あるよ、劇場の上手側のなんかライトの上にちょっとスペースあるんだけど、そこがねいつもね光って見えるの、ライトも当たってないのに、たまにそこだけふわって光って見えてってなってる時があるんだよね、 MC 中とかに。でそこがね結構ね不思議、七不思議。あれ何なんだろうって思ってずっと見てる。なんか反射とかで光ってんのかなと思ったけど、別になんか鏡柱あるじゃん、あれに反射してるわけでもないし、なんかそれだったらさ左も左っていうか
みんなから見て左だから下手側もさ光るわけじゃん。なんかだからなんであそこだけポワってなるんだろう。しかもなんか常に光ってるじゃなくてふーんって光ってって見たらもう暗いみたいな、あそこだけ光ってんだよね。あとなんか変な声聞こえたよね一回クラクラ公演の時、なんだっけやめてよだっけ、なんか聞こえたんだよね。怖いやめてうん、あったよね。しかもなんかそれ後でファンの人が検証したんだって。そのなんか DMM 見てみたらなんかそこだけ変な雑音みたいなのが入ってて、でやめてとは聞こえなかったけどなんか変な雑音入ってたって言ってて怖っみたいな私はもうはっきりユナコの声でやめてよって聞こえて、てかなんなら開始から聞こえて、えなんかオンマイクだけどふざけすぎじゃないと思ってたの。そしたらユナコにそんなこと言ってないですよって言われて、えちょっと待ってみたいな怖すぎと思って、うん、そう。だから私ねオンマイクだったよあれみたいな、はるかと何してたのみたいな聞いたんだよねゆなこに。そしてなんかはるかとゆなこが向き合う時の振りだったからなんかじゃれ合ってんのかなと思ったので、なんかツンツンみたいなされてやめてみたいな言ったのかなと思ったの。そしたらなんかそんなこと言ってないですよって言われて、真面目大真面目な顔で言われて、えみたいな嘘でしょみたいな。私あれもうめっちゃ怖かったね。だってめっちゃ聞こえたんだもん、私はもうはっきりクリアに返しから、だからオンマイクになってるぐらいの音量で聞こえてるわけだからやめてよみたいな、やめてみたいな、なんかユナコの声聞こえて、それめっちゃ怖かったねそう、そんなんあったよね。これ NGT の七不思議です。階段だよ、もはやそして DMM にね、やめてそんな怖い言い方すんのそう、あと何かな NGT の七不思議、みんなに聞くと七つ揃いそう。確かに、あ、なんかレッスン上でね、 なんか立ち位置表の人数何人数えてもなんか1人多いんだけどみたいな時があって、で誰か2人いる名前間違えて2人書かれてんのかなみたいな言って数えたの。でもちゃんとみんなの名前1個ずつしかなくて、なんでだみたいな、え人数合ってるよねみたいな時があったねえ何回数えても人数が合わなくて、あれみたいな、でなんかまあレッスン場って大きい鏡あるじゃん、で鏡で数えて、なんあれやっぱ一人多いですよねこれっつって見てて、そしたらなんか誰かわかんないけど誰かがなんか鏡で人数数えたらよくないって言いませんってなって、みんなキャーってなって鏡で人数数えたらダメらしいですよとか言って、そうで後でもう一回そうちゃんと数え、なんか写真撮ってこうやって数えたら人数合ってたんだけど、あれ何だったんだろうっていう話で、もみんなキャーってなってたあれ誰が言ったの、ひのちゃんかな、誰かがなんかでも鏡で人数数えちゃダメって言いますよねみたいな言って、でみんなえーってなって震え上がってたエリ先生と一緒におもろいよね
言いそうだよね、ひのちゃん。しかもあの真面目なトーンで言うからさ、おもろいんだよね。おもろ。そうだから、なんかみんなあれだよ、七不思議見つけたら送って、私に。NGT 七不思議なんかあとあったっけ。 あと大滝が間違えて弟の名前を叫んだことも不思議だし、だってその瞬間意識乗っ取られてないと起きえないからね、そんなこと普通では。もう5個出てるようなね、おかしくない？普通になんか意識誰かと Bluetooth してなきゃそんなこと起こんなくない？なんで急に弟の名前言ったみたいな。自分の名前さ、兄弟と間違えることだってまずなくない？私大竹北斗は、あ、間違えたって意味わかんないじゃん。その瞬間誰かに意識乗っ取られてないとさ、無理だよね。寝てた。寝てた、やばい、ね、でも大好き、あれ、あの間違ったの大好き。あとなんかマックスでこけてる大滝も愛おしい、可愛くて。ミーズもジャンヌ・ダルクでね、ビターンってこけてたしね、私あれ見てめっちゃ笑ったわ。あとなんだっけ、 NGT 結構そういうの多いから。そうだよ、モフちゃんがあのポニーテールしすぎて貧血で倒れたりとか、アンジュがレッスン上で親指の爪剥がれたりとか、ほんとよくあるんだよね、なんかそういうちょっとした笑えない事件が。どうしてっていう事件がね、あるんだよね。笑ってるけど。今でさえ笑い話だけど、そう、かわいいよみんな。NGT はみんな可愛い。私もスカートずり落ちたことあるしね。だからなんかもうそういうことたくさんあるんです。いまだに一番謎なのは春床の MV ね、走ってますって言ってるやつ。ユキリンさんが、とユキリンさんのキャリアの中でも七不思議に入るんじゃないかってぐらい不思議な MV だって。走ってますって何みたいな。そう、ひなたのお尻しか映ってない MV、 あれおもろいよな、何だったんだろう。
そこめっちゃおもろくて好き。走ってます。何が見りゃわかるわ。かわいい。完全にやらされてて可愛いユキリンさん。ユキリンさんにあれやらせてんの意味わかんないだろ。ラストのよかったねーも謎だった。わかる、よかったねって言ってるよね。あれおもろいよね。あれを全力でやってくれるユキリンさんが素敵だよね。うん、尖ってたわ。NGT って可愛いよね。がむしゃらで。よく分かってないまま意味わからんことやらされてる感可愛い。みんなまだ何も知らない無垢な、ピュ、無垢でピュアな子たちだったか。可愛いよ。ね、アホで可愛いよね。NGT ってアホで可愛い。芋掘りしてるアイドル、え、でもね、芋掘り楽しいよ。言うけど、農業やってるの珍しいねみたいなみんな言うけど、農業めちゃくちゃ楽しいぞ。言うけど、私が言ってるから多分本当に楽しい。こればっかりは信用してほしい。もう本当にね、楽しい。田植えの時もだったけど、なんか溝掘りみたいやったんですよ。バイクみたいになってガーガーガーってなるやつなんだけど、それめっちゃ楽しかった。あと5周したいって言ってたもん、リカで。全然指定されてない畑までやろうとして、あっちの畑やっちゃダメだなって。あれ人んちのやつっつって米爺に止められて。おもろいよね。あれは人んちのって言って止められて。ああダメなのって言って。もうやってるからあそこっつって。おもろい。でもめっちゃ楽しいよ農業。私農業だけしに戻ってきたいって言ってるもん、 NGT に。マリナはね、熱すぎて魂抜けてた。アラさんには辛いよねとか言って、恋になってないよ。なんて恋になってない。アラさんには辛いよね。何カスカスなの。なんかもうほんと、だからなんか収穫もやりたいっつって、収穫する時だけ戻ってきますって言ってたぐらい。うん、しれっと混じってても驚かない。いや驚くだろ、あれれ。なんかいる。あの謎におしゃれなね、農業風景みたいな、なんかスローかかったりするおしゃれ画角、なんかいるみたいな。
うん、もしかしたらそんな未来があるやもしれません。テスト感じ。でも本当に楽しいんだよマジ。農業だけ呼んでほしい、農業お姉さんとして。そしたら降臨するから。でもね、めっちゃね、農業の方々も超いい人たちで、なんかブルーベリー畑みたいなのあるんだけど、なんかそこでも「おいしいね!」って言って映画が垂れてたら「なんだこの下品なアイドルは!」って最初言ってたけど、すごいニコニコしながら「頑張ってね!」って言ってた。おじたん。おじたん得意。中井理香さんおじさん得意。得意分野でした。なんとね、なんかちょっと気難しい方だから礼儀正しくしてねって言われたそばから、ねえイッちゃんこれさぁタメ口声でっかいなーって言われて、距離の縮み方。え、そう、なんか「イッちゃんってやぶない!」って最初言ってた、最後甘んじて受け入れてニコニコしてた。「イッちゃんさすがだね、ブルーベリーおいしいね」って言ってたらニコニコしてきた。かわいい。え、でもイシちゃんの、イシちゃん YouTube やってるんだけど、めっちゃ登録者いて、すごい有名なブルーベリー畑の人だった。なんか普通に、うん、そう、お行儀よくしてねってマネージャーに言われた瞬間から私イシちゃんにタメ口使ってた。ねえねえ、イシちゃん、これはこれ食べれる笑った。最初めっちゃ罵倒されてて、なんだこの下品なアイドルはつって、アイドルでそんなやつ見たことねえよって言ってたのに、最後にはニコニコしながら、またのって言ってた。かわちい。そうで、なんかあの田んぼからずっとついてくれてるあの米爺っていうのがいて、そのせがれがいるんだけど、私せがれのことせがれって呼んでるんだけど、個人情報保護のためにもせがれで行くんだけど、これからも。なんかせがれがやっぱ中井理香って狂ってんなって思ったよって言われて、いや違うんだよね、なんか私はあのそういう中で育ってきてるから、逆にそっちの方が得意なんですよ。だからねえねえせがれ、これはどうってこの芋は食べれるやつって聞いてて、うん、ね、私のね結構ね得意なフィールドなのかもしれない、農業とか。だってさ、まあ田舎育ってたし、
周りもそんな感じだったんです。田園風景と畑が広がる。だからなんかそういう農家の方とかの気持ちをつかむのうまいんです多分。うん、でなんかその畑周辺の畑全部取り仕切ってるその教会の偉い人みたいな、よっちゃんって言うんだけど、よっちゃんって言うんだけどっておかしいんだけど、私はよっちゃんって呼んでるんだけど、なんかよっちゃんともすごい仲良くなって、最終的にはハート作ってたし、こうやってイエーイってリカちゃんのために、で2回目の時にはもうすでにリカちゃんのためにチェリー積んできたやつ、チェリー持ってきてくれて、よっちゃんマジ可愛い。よっちゃん推しメンなんだよね、私の農業の推しメン。そう大好きな、あの動画に映って、無駄におしゃれな動画に、私無駄におしゃれな動画って言ったら怒られたけど、そう無駄にとか言うなって言われたけど、無駄におしゃれな農業動画に映ってるので見てください。うん、よっちゃんマジ可愛いよ、私の推し農家。いや、いっちゃんもねだいぶ可愛いけど、ツンデレで、うん、最初クランベリーの畑にいてクランベリーいっぱいもらったんだけど、ね、いっちゃんブルーベリーも食べたいって言ったら、ブルーベリーのとこもなんか「ああ」とか言って言いながら連れてってくれて、嫌がってるのにみたいな。とてつもないツンデレなんだなと、最後にはニコニコして「卒コン来てね」って言ったら「ああ時間あったら行くよ」って言ってた。かわちい。そうだよ、よっちゃんいっちゃん米じせがれがしてんの。そうそう、せがれめっちゃいい人だから、うん、せがれはね若いのにたくましい。うん、っていうかさ、そのまあ一階のアイドルにさ根気よくさ、そうやって一からね農業教えてくださって、そうやってなんかね、こんな小生意気な娘にもね、なんかすごい心よく対応してくださるのがめちゃくちゃ優しいなと思って、やっぱなんか新潟のその優しさに触れられるから、私は農業大好きなんですよね。多分それぞれみんなすごい、違う違う、本当に教会のめちゃくちゃ偉い人なの、なんかあの新潟の農業を取り仕切るなんか組織の多分めちゃくちゃ偉い人なのに、ねえねえよっちゃんこっちこうやってやっていいのとか言って、なめ腐ってるよね本当。うん、いやそう、なめ腐ってんだよねマジで。でも見て、本当に面白いから最高なんだよ、農業の人たち全員最高。うん、なめくなってる自覚は、いやでもなんかそれぐらいの方がやっぱいいのかなって、私は地元でそうやって生きてきたので全然知らんおばあちゃんとかになんか「元気やね」って言われて「何作ってるんですか?」って言ったら「これほらトマト出てきて、あんたこれ持ってこけ」って言われて。なんか袋にいっぱいトマトもらうみたいな事案が、帰り道にだから普通にスーパー帰りぐらいのあの野菜が手に入るんですよ。RPG なんこれと思いながら、てててててて中入りかトマトを手に入れたみたいな感じになるから、うん、あんたこれキュウリもねなんやらかんやらとか言って、
で、うちでも作ってんだよ。うちでも作ってるよって言うの、しかも。うちはね、ナスビがあるのって言ったら、ああ、ナスビもね、こっちにあるからこれ持ってきて、だからうちでも作ってるよって。あの、うちでもじいちゃん作ってるよって言ってんのにくれるから。なんで？いや、なんでなんだよね。うん、そうそう。作ってるよって聞いてないんだよね、私の話。多分。うん。これほら持っていきとか言って、これやったら袋破けるか二重にしてあげようかとか言って、なんかね、近所のスーパーの袋二重にして持たせてくれて、重っみたいな。これで今から坂道登んなきゃいけないんだけどと思ったら、ありがとうって言って、あーまたねーって言われて、そう、めっちゃ嬉しい。本当にみんな優しいよね、農家の人って。うん、いや、だからなんか結構そう、恵まれた田舎で、恵まれた田舎っていいな。恵まれた田舎で育ってきたから、農業向いてる。え、そうだよ、そこで体力培ってなかったら29曲連続でできませんから。早替え1分のあれでね、ポンコツ衣装さんがいて成り立ってないですから。バイタリティ、そこで多分育まれた、バイタリティのおかげでなんとか乗り切りました、卒コンは。全てが必然だった。リカさんの耳が可愛いです。どういうこと？でもリカ耳ちっちゃいんだよね。あのさ、なんだっけ、シャワーキャップみたいな耳のさ、やつあるじゃん。カラー剤がつかないように美容院とかでされるやつ。あれいつもサイズ合わなくて、子供用のやつにされるか、輪ゴムで止められるか、いつもね、取れちゃうの。耳が小さすぎて。そう。めっちゃ耳ちっちゃいだよね。でも耳ちっちゃいとさ、顔でかく見られがちだからさ、すごい嫌なの。まあ、顔でかいんだけどね。そう、耳ちっちゃいの。その分目が大きいとか。あ、これもう化粧です。化粧してなかったらもう、こんなだよ。マジマジ、どこに目あるみたいな。化粧のおかげ。でもなんか中顔面短いのは結構言われる。このここにキュッて全部詰まって、言いたいことわかる。キュッて全部詰まってるから、まだ割と可愛い寄りで入れる。そう。なのに離れ目なんだよね。うざいよねこれ、どういうことみたいな。お人形さんみたいな。本当にこう、ね、中顔面短くできるよ、全然メイクで。チークをここにしか入れないとか。そういうなんかテクニックで
短く見せてるんです本当に本当に唇もね描いてるの、この上のとことか、上唇を大きく見せるためにもう描いてんの。だからもうメイクのおかげです。匠の技だよ。だからもうなんかビフォーアフター大改造、ビフォーアフター、テレレレンテ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 ンと朝鏡見て、なんということでしょうなってるあんなに小さかった目がこんなに大きな空間に平屋建てだった鼻もなんということでしょう、3階建ての立体的な空間に生まれ変わりましたなってるでれれれんてて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 てってでガラガラガラって住んでる人出てきて、あすごい、こんなに素敵な生まれ変わるなって思ってなかったので本当に匠には感謝です、やれれるやつだってさ、うちのママにさ、リカがね実家で寝てて起きてきた時、あんた布団に全部置いてきたでしょ顔のパーツって言われて、何にもないよあんたが産んだんよなひどくない、実の娘に対してさそんなディスりあるみたいなねえひどいよね本当に、自分がちょっと顔濃いからってなんなの本当に、うん、朝起きてきておはようより先開口一番、あんた顔のパーツどこ置いてきたのってやばいだろ全部布団に忘れてきたやろあんたひどくない、ひどいなって思うよ私は清々しいくらい言うねえ本当だよ、いやだからねすごいメイクでなんとかなってるんですでも逆にね、アイドル全員私と同じメイクしたらみんな可愛くなれるのにって思ってるけど、教えない、企業秘密、だってこれしたらみんな可愛くなっちゃうもんなんか今まで出したメイク動画とか、 なんか YouTube でちょっと喋ったこととかもあるんだけど、なんかあれでも全貌を明かしてないから、もう全貌を明かしてない、秘技、秘技いっぱい秘技あるよ、鼻3階建ての術とか、秘技涙袋爆誕の術とか、秘技二重幅倍増の術とかいろいろあるんですけど、うん、涙袋爆誕術知りたい？でも秘技だからな秘技なんだよな、ちょっとこれ教えたらみんなに涙袋できちゃうから、ちょっと一番の秘技教えてください、一番の秘技は、いや一番の秘技なんだろう、
でも私よくなんか顔のことで言われるのはなんか口角が上がってて可愛いみたいな、ここねキュッて上がってるのが可愛いって言ってくださる方いるんですけど、これをメイクでえってしてるのでこれは結構秘技ですね。うん、やっぱなんか並大抵の人じゃ真似できない。うん、そう、そうだよ、メイクでここねキュッてキュッて上がってる風に見せてるのはメイクです。そう、口がプリンみたいで可愛い、どういうこと？口角メイク難しすぎてできない。簡単だよ。秘伝の技。あ、ポケモンのプリン。わかる。でもリカ姫加工中だから、まあ、加工までが化粧みたいなとこあるんで、まあ、そこはちょっと否めないですけど、さ写真撮るときにさ、私こっちの顔が得意なんですけど、この E ラインが、まあ、あの平たい顔族なんでないんです私って。だからそのイレインを作り出すためにこの上唇よりちょっと出すんですよで下唇をちょっと噛む。そうするとイレインが爆誕する。これね、あの写真で本当やった方がいいよ。みんな鼻高く見えるし、そう、写真撮る時の漏れるコツはこっちの鼻の面を見せない。そうするとここが一番さ鼻の高いところじゃん。こことカメラをこう平行にするの。そしたらこっちの面見えないでしょ。そうすると鼻が高く見えるんです。で、挙句の果てにはこっちのこの顎のラインも見せない。私は右目の方が大きいのでこうやって、いや、ここが一番漏れる。で、ベロをねこの上顎にこうつけるんですよ。こうやってつけたらこれベロが下がってる時、これ上がってる時、ここの顎のラインめっちゃ可愛いでしょ。だからこのここもちゃんとベロにくっつける。で、下唇をちょっと噛むこれ私ならではなんだけど、下唇がね、私唇でかいの、だからそれが嫌で、だからここをちょっと噛んで、これで漏れるよく、だから写真撮るときはそうやってやってる。うん、下の置き場が分からんようになった。え、なんでなんで、こうやってやったらさ、ほら全然違くない？これ全然違くない？この下の付け根をねなるべく上に上昇思考
そう、そしたらなんかもうここのラインが綺麗に出るのでおすすめ。そう、でちょっとね、ちょっとここの筋肉に力入れるんですよ。そしたら涙袋も出る。これ漏れてるでしょ、この角度が一番漏れるんです私。そう、気をつけることは、写真撮られるときに気をつけることはそんな感じですね。やってみて、めっちゃ漏れるよ。若干若干だけ、もうほんと気持ちの問題。ここに力入れると涙袋がぷくってなるの。鏡見たら目気持ち練習がね必要だよね。顔つりそうになる？うん、練習して。でカメラもここ鼻の面積、こっちの面が見えないようにしてくださいって言ったけど、それでねちょっとでクッてやるの、クッて倒す、こっち側に。で対象物がこのグリッド線、あの設定でできるからグリッド線つけるってやつ、カメラの設定でグリッド線つけてもらって、2番目の線、下から2番目の線、上から1番目の線より上は開ける、ワンボックス開ける。で対象物を後の下の2つの箱に収めるみたいな、そういうあれもありますね、テクニックもありますね。そうで、これはちょっとあんまり言いたくないんだけど、ツーショット撮るときに漏れる方法があって、まず利き顔側に立つんですよ。利き顔側っていうのは私だったら右なんで右側に立ちます。でツーショット撮る人の顔がここにあったとしたら、やっぱり角度は自分の好きな角度を向いて、でこうしちゃダメ、こうする、この顔の輪郭のさ、ここの線あるでしょ、ここを相手にくっつけるイメージ。そう、こうなっちゃダメ。そういう写真だったらいいよ、ほっぺたくっつけますみたいな写真だったらいいよ。だけどこう、できればこう、で余裕あったらここにこうピースとかこういうやつのここに三角のシルエットを作ると漏れてる写真、映えてる写真みたいになる。人って三角を美しいと思う節があって、だから私の全身写真とかもそうなんだけど、こうやって手挙げたらさ、ここに三角できるじゃん。そういう効果をめちゃくちゃ使ってます。ディズニーとかもこうカチューシャこうやって持ったらさ、ここに三角できるじゃんとか。そう、それでね盛れますよ写真は。あと2週間だね、卒業までってこと。わかる、なんか卒業するのにさ、こんな感じでいいのかなって
なんかやり残したことがまだあるんじゃないかと思って、私だけ焦ってるんだけど。てかもうすぐ誕生日だ。え、誕生日なんじゃん。は？え、誕生日じゃん。は？なんとね。え、なんかね、いや、そうだ、リカ、あの太田プロから連絡来て、あのファンの人からまたとんでもない量の誕生日プレゼントが届いてますな、送りますって来てて、いえいえ、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、なんかそのなんか犯行予告みたいな感じのやつやめないみたいな、これから段ボールいくつ届けますみたいな、なんか犯行声明文みたいな来ててすごい怯えてるんだけど、私どうしよう、ピンポン鳴り合わないんじゃないかと思って。なんか やめてくんないかな、あの言い方。ファンの人からとんでもない量のあれが来てるので、とりあえず送りますね。なのでとりあえずっていう量なのって思って、すごいびっくりしてる私。そう、なんか卒業と兼ねて送ってくれてる人もいるっぽくて、だからなんか結構あると話によると、なかなかもう本当に、しかもなんかまだ噂によると、小耳に3度も一致した情報によると、あのね DM とかでね、みんなが DM 見てる限りまだ送ってない人すらいると、それでその量みたいな。開封配信ある、あります、開封配信します。そう、第1弾明日送る、ちょっと待って、おかしいおかしい、日本語大丈夫そう、第1弾って何、怖い怖い怖い。あのさ、あんまりないよね、推しメン側が怯えてるっていう、プレゼント送ったよっつって、えっえっえってなって、だって去年やばかったよ、去年もあのひどかったというか、ひどかった、嬉しいんだよ、 もちろん嬉しいんだけども、すごい量だった、あの本当に大丈夫、そんなになんかあの気を使ってもらわなくて。ありがとう、すごい嬉しい嬉しい嬉しいし、あの嬉しいんだけど、言い方、いや、じゃあじゃあ、あの嬉しいんだよ、とっても嬉しいけども、あのすごいひどい量だった。ありがとう、ありがとうなんだけどね、びっくりしようから、私が、全私が、うん、だからあの、そう、加減を知らないんだよね、みんな。なんかあのお金持ちのさ親戚みたいな、なんか、あ、これもでしょ、これもでしょ、どうせリカちゃんこれもいるみたいな感じで入れてるでしょ、どうせ。なんかわかんないけど、おせっかいなさ親戚の、金持ちの親戚みたいな、なんか、どうせこれもいるでしょ、でこのクッキーも持ってってみたいな、こんな感じでしょ、どうせ。なんだろう、なんか環境が変わらなくて何よりだよ。なんかあの私が田舎に住んでた時もね、実家に住んでた時もあの畑仕事してるおばあちゃんからそんな感じだったし、なんかきっとそんな感じなんだろうな、みんなって思いながら、あのはいはい、これも持ってってねみたいな。そうそう、だからなんかあの、そう、こんばんは、ナディアです、リカちゃん卒業おめでとう、え、ナディアさん心広、ありがとう。ファイズさんがいつもお世話になってます、逆か、お世話してます、なんとね T シャツ、うん、箱にぎっしりで送っとくね。いや、1枚でいいよ。そう、今回の生誕ティーもあの田辺が書いてくれて、で田辺がなんかそれの限定の黒のやつを着てたんですよ、でそれ私にも送れって、切れ散らかしたらなんか送ってくれるらしくって、マジ田辺サンキューって感じ。
呼び捨て本徳さん先生田辺をもう田辺でいいかななんて卒業するし、呼び捨ていいな、呼び捨てファンタジーだよ田辺、サンキューありがとうございますありがとうございますだよ、本当に。そう、大きく着たいから L サイズくれっつったらさっき言ったんだけどね、スタッフラン送った。え、そう、田辺からスタッフラも来てて、マジサンキュー田辺って感じだった。本当にありがとう田辺サンキュー順調にファンの人にまで舐められてる田辺やるやんそう、今考えたらさ、原稿が何リガヒメだらけで困ってる？いいじゃん別に本当だよね、見つかった？見つからないよパニエ。いや、見つかったら速報で私に飛んでくると思うけど、そんな速報来てないもん。来てんのかな来てない気がする。直すところだ。あらあらあら、まあ、私が使えない話ばっかりしたからねそう、あの時からちょっとプリプリしてたから、プリプリ機嫌悪いモードの時にあの田辺さんにいなされていなされながら取材受けてたから、そうそうそう、プリプリモードだったんですよあの時から。そう、プリプリプリンちゃんだったの そしたらなんか田辺が T シャツあげるからおお落ち着いてみたいになって、かわちぃかわちぃ、いや、リハの時もプリプリしてたよって話をしたの。リハの時から私はもうそういうなんか衣装さんのミスだったりなんだったりでこう展開資料展開してんのに覚えてこねえやつだったりとか、そういうことの話を文をバーって喋ったら田辺さんが「あの、これ使えないです」あの使えないですって真面目に言ってた使えないのでじゃあちょっと直しておきますねつって言われた。そう、でもねこれ面白いことにあの先生が帰るまで一切使える話してないですから、だからあれどう料理するんだろうと思って楽しみにしてます。はい、こんばんは。夏が過ぎ風遊び、え、そうだよい
りが。ごめんごめん、突然憑依されるから陽水に、ごめんなさい。私の中の陽水が顔を出してしまった。え、マジでどこ行ったんだろう。なんか本当にニューシングル、Where is my panier? パニエの行方。パニエの行方っていうニューシングルありそう。確かにパニエちゃんどこ行ったの？ねえ。パニエピンクなんよ。全然エメラルドとちゃう。パニエの柄、君はどこで何をしてるんだ。その通り過ぎるんだけど。ねえねえ、どういうこと？マジでどこ行ったの？笑い事じゃないんだけど、マジでかつく。ピンク色のフリルがついたパニエとかでなんかありそうだよね。思い出を乗せた大事なパニエどこへ。ありそうありそうら。どこへ行ったんだろうかみたいな。かっこどこへとかありそうじゃない。しかも48っぽくない？今も探してるんです。そうだよ、なんかもう全部歌詞に見えてくる。今も探している。でサビ終わるみたいな。なんでなんでなくすんだろう、あんなでかいもの。本当に意味がわからない。なんかやっぱ目にさ、なんか入ってんだけど、ずっと。リカちゃんの写真集を見ましたよ。なんで怖い、その笑顔が。ありがとう、見てくれて。僕の恋心はパニが選ぶ。なんかいい歌詞書いてるんだけど。田辺作曲もできんの？作詞作曲の田辺できんの？いい歌詞書いてるやん。それでいこう、ニューシングル、パニへの行方。多彩でいらっしゃいますね。
多才なのか、多才か、漫画も描けるしね、カメラもできるしね。え、ってかカメラの写真送ってくださいよ。なんか田辺が言うには、田辺曰く、なんか私の卒コン来なかったんですよ、田辺が。で、はってなるじゃん、まず。で、なんでっていう話をしたら、なんか、まあでも俺はティフには行ったからみたいな、免罪符にティフを使ってて、じゃあなんかティフで何してたかっつったら写真撮ってたんだって。その写真をね、送れって言ってんの。なのにね、なんか送ってこないってことは、まあ私以外のメンバーのことを撮ってて私の写真があまりないか、事故がばっかりだったかと、どっちかなんだよね。私はひらめいた。そう、ははーん、そういうことだなと。そう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 、田辺写真送ってよ。ひどくない？そこの子撮ってたよ絶対に、と思うじゃん。と思うじゃんって何。腹立つ、腹立つ返しナンバーワンやん、それ。世界で一番腹立つ返し、と思うじゃん。腹立つわ。そうだよ、この今デリケートな時期に私はパニエをなくされて、これでもめちゃくちゃ腹立ってる中で、怒りのツイートを、ツイートじゃないか、ポストをしたら、挙句の果てにはなんか全然知らない人からもめちゃくちゃ叩かれて、なんで私が叩かれてるん、ゲルってなってる状態の中、田辺が他の子撮ってるってなったら、もうそりゃ中井梨花さん怒り浸透で頭爆発してもう死にますよ。死因、怒り狂ったせいってなるよね、本当に。大丈夫そう？はらわた煮えくり返って、はらわたの煮っころがしができました。ありがとうございました。ねえ、はらわたの煮っころがし食べなきゃいけなくなるから、みんなが。お元気そうで安心します。元気じゃねえつってんだろ。あとつな、もっと緊張迷惑。激辛。ねえ、田辺写真送ってよ。そうやってさ、リカのことをないがしろにするんだ。世界で一番さ腹立つ返しだよねと思うじゃん。ツインテールのリカ姫、あの、てかティフの日めっちゃ漏れてたんだよ、知ってる？リカ姫やっぱティフって無双できるんだよね、なんかわかんないけど、毎年さティフはツインテールって決めてるんですけど、ほんとね、ティフの日って謎に漏れるの。なんかコロナとかもろもろあって2年に1回ペースになっちゃってたんだけど、なんかそれでもティフ
ってやっぱ一番楽しみにしてるフェスだったし、なんかそうめっちゃ可愛かったんだよ。だから来てないやつマジお疲れって感じ。いや最高に楽しかったし、あの日は漏れていた、体調崩したけど、なんか最後の漏れだった気がする。アイドル人生最後の漏れ、最後の振り絞った漏れだった気がする。もうあんなに可愛くなれない。うん、ただね、ちょっと一個いい、一個いい、そういえばワルキーのアクスタって出したことないなと思って、ワルキー衣装のアクスタね、あれせっかく中井梨花さん専用の衣装なんで、アクスタ出したいなって思ってたの。卒コンまでに出せるかもしれない。かもしれないだけどね。めっちゃ可愛い。しかもそれはすごい漏れてた。あれもなんかさ、ソロコンの時に作ってもらった大事な衣装だったので、なんかあれでもなんか作れたらいいなって思ってたの。悪気衣装でアクスタ作りたいんですけどって言ったら、なんか意外となんかええでみたいな感じだったから、もしかしたらそこまでにできるかもしれない。わかんないけど、卒業した後にしれっと売ってたらごめんね。それはもうほんとごめんっていう感じだけど、でも作ってほしいなとは言ってる。めっちゃ可愛いよ、ちょっと自分で言うのもなんだけど。マルキーめっちゃ可愛いよ。ちなみにいや、わかんない、間に合うかな、どうだろうか。なんじゃなんじゃ、注文はできる、納品はさすがに無理そう。納品は無理だね多分ね。もうそれはね諦めてる。だって私にすら前髪ピン来てないんだよまだ。早くくれ前髪ピン、可愛いやつ早くくれ。あれめっちゃ可愛いんだよ。え、前髪ピン見た？めっちゃ可愛いんだよ。てかなんで卒コンのとこで売ってないのって、私めっちゃキレてたんだけど。前髪ピンとポーチね、超可愛いから。ちなみに、ちなみにめっちゃ可愛いからポーチ、うさげで。なんで売ってなかったの？知らないよ、間に合わなかったんじゃない？なんか前髪ピンが私の思ってるやつのピンの形状じゃなくて、まずそこで第一段階ブチギレしたのね。何してんのって。
前髪ピンってわかる？これと一緒のやつって店に行って、私がよく使ってるジョージのやつをで、あ、すみませんってなって、それでまた新しく作ってもらってたから、そんな、多分それで時間食ったんだと思う。まあでもそのスタッフさんたちはめちゃくちゃいつもよくしてくださるというか、優しくしてくださる方々なので、しかもそんな頻繁にミスしたりしないしね。なので別にそんななんか本意気切れじゃないけど、違うよ、前髪ピンってこれだよみたいな感じだけどえ、そうそうそう、おじさんだから分からなくてって言ってて、すごい可愛かったおじさんじゃないよって言ってたけど、うん、そう、なのでそんなにあれですけど、今日コンタクトちっちゃいんだよね、三白眼めちゃくちゃ、なんか多分ここのさ幅がさあるんだよね、だからなんか目つき悪い、いつも目つき悪くない私そんなつもりないのに人に睨んでるとか言われるもん、睨んでないんだけどみたいな、普通にさなんかこうやって見てるだけで怖いって言われる三白眼だから、え、違うの違うの、マジで言われるんだよ、こうやって見てるだけで睨んでるって言われるし、睨んでないのに本当損だよね、この目つきのせいで態度悪いと思われるし、だからなんかもう断るごとにキュルキュルお目目にするようにしてるにらんでないような気持ち、わわわわわ、もう泣き疲れたんだよね昨日から、ずっと昨日の夜もずっと泣いてて26歳なのにもうすぐ大人あげないなっていうか、なんかでも悔しくて、こう怒りの行き場がなくてなんか岡田さんに怒るのも違うし、衣装チームには散々言ってても分かってもらえないし、ツイッターに書いてみたものいいもののなんか虚しいだけでずっと泣いてた、そしたら目がね腫れた、そう、なぜか岡田先生のなんか謎にすみません本当にって言ってくれたけど、
岡田さん悪くないしなみたいな。うん、だってまあ総じて責任はそこにあるのだろうけれど、岡田さんを責めるのはちょっと違くない？違うなと思って、でまあでもね、私も誰に言ったらいいのか分かんなくて、最終的にはだって本人たちに言ったって分かってもらえないし、じゃあ岡田さんに言うしかなくて、じゃあ一旦怒ったんだよね。どういうことですかって、なんでこんなことになってるのか本当によく分からなくてって言ったら、あまりの私の憤り加減にごめんなさいみたいな感じだったけど、でもお母さん一つも悪くなくて普通に。うん、今回だけじゃなかった。でもなんか今回が大きすぎて岡田さんに話がいってるかもしれないけど、その前のちまちましたミス、まあ、ちまちまでもないけどね私からしたら、でもそういうミスはもしかしたらマネージャー止まりだったのかもしれない。そのなんかあまりに大きなミスだったから、今回がたまたまお母さんの耳にも入ってただけで、ケモされたんですね。私のせいかもしれない、もしかしたらね。これまでサイズ間違えた衣装を渡されたメンバーいませんでした。いやいや、その日常茶飯事ですよ、うん、日常茶飯事。え、これ私の衣装じゃないってなってる子何人も見たことあるし、コンサートですらその感じだからね。早替えが伴うコンサートですら、もう私は、じゃあ怒るとブスになるからやめよう。もういい、もう考えない、イライラしない、仏、私は仏、そう私は仏。うん、考えない。いや、あげればいっぱい出てくるの。さ、埃の丘公園って祈りはどんな未来も幸せに変えるっていう歌があるんですけど、それの衣装めちゃくちゃ黄ばんでるのね。でそれ直そうともしないし、メンテナンスしないとダメなんですよ、そういう衣装って。なんか洗ったりとか、もうどうしようもない黄ばみなら、まあ、布貼って直すとか違うものを作り直すとかしなきゃいけないんですけど、その素振りも一切なく、そのまま出すんだこれメンバーって思ってるし、多分サイズも合ってないのに、なんかサイズ調整も、まあ、衣装さんの仕事じゃないですか。この子がじゃあ次着るってなって、メンバーが決まったのであったら、その子の3サイズとか身長に合わせてこう布を足したりしなきゃいけないのに、多分その技術がないからなのか何なのか、めんどくさいからなのか分かんないけど、やってくんないし、そうなんかもうね、もうだからそういうことを一個一個切りがないんです、あげたら。だからもう怒んない、もう怒んない、もう怒んないよ、もう怒んない。予算の問題かなと思ってた。いやだからね、わかんないんだよね、そこが。私ももしかしたらめちゃくちゃなんか何低賃金で、そのなんかその腹いせにそういうことをするのかわかんないよ、その細かいところはわかんないから
あれだけど、でもあまりにもミスが多すぎるし成り立ってないから。だってマネージャーさんが新潟から2時間かけてギリギリで衣装持ってくる事案とか意味わかんないじゃんね。それ1本遅れてたらスイスイ出れてないんよ。なんかそれも意味わかんないし、だからもう怒んないもう怒んないよ、怒んない怒んない。だからもうさ、もう変えたらって人をね、そうするしかないんじゃないって思ってたけど、スイスイのこととなる。私スイスイ激推ししてるからね。スイスイのこととなると私許さないよ。スイスイ産んでるから。強火オタク絶対許さないよこういうこと言うとさ、私の女の子のファンが怒るんだよ。リカちゃんなんでスイスイのことをしてるのってなるから、ちょっとあんま言わないでおくけどそう、人事すぐ変えた？うん、でもなんかそういう対処をしないといけないところまで私は来てると思ってるけど、うん、じゃあなんかゼロから違う人を育てて同じようにこう、なんだろうな、もう分かんない手探りじゃないですか、アイドルやったことない人なら。だからなんか、だからなんか3、4年やっててさね、仮にも NGT の衣装3、4年やっててまだそんなのあるのっていう気持ちだよこっちはね。やばい、もう怒んない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 よ、リカミヤ怒んない、そう怒んない、私は仏仏マインド。じゃあね、逆に撮影が滞りました、すっ飛んできてすいませんでした探しますっていう態度なら私も、あ、そんな、なんか申し訳ないと思ってくれてるんだったら、まあなくしたことは許されないけど、でもなんかもしかしたらね、なんかどこかで許せたかもしれないけど、予定があるんで行けませんはさ、え、もう上の服着て待ってるんだけどこっちはっていう気持ちじゃん。で、入れなかったのあなたたちですよね、確認しなかったのもあなたたちですよねって
なって、そんな感じなんだってなっちゃったしなんかもう、うん、あ、もうこれは治んないなって思ったきっかけですね、そこが。ミスはね誰にでもあるし、私も完璧なステージができるかって言われたらそうじゃないかもしれない。でもなんか次こういうことがないように練習しようとかさ、リハで頑張って直そうとかさするじゃん普通人は。間違えたらその部分を正そうとするじゃん。そのなんかもうそこすら見受けられなかったのが私は悲しかったなっていう。まあ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 でもさ自制できるようになったと思うな、ね、リカ姫最初の頃よりはこんだけことが起こって言ってるから許したし、もうなんかね、うちうちでやれよっていう気持ちもわかるけど、こんなに我慢したよっていう思いもある。うん、でもさ我慢できるようになったと思うよね、初期の頃よりあの最上級に燃やしてた頃よりさ成長したと思うよね。日本語もちゃんと書いてたし、怒りに任せてこうよくわけのわからんことを尻滅裂に書く感じじゃなくなったじゃん。それではちょっと評価してほしいモードなんだけどそうでしょ、評価してほしい、そこに関して、うん、まず一回褒めてゆうちゃんここまで我慢して偉いねが欲しかった、うん、でもさなんかまあわかるよ、そのなんかうちうちでやれとかさ、なんかわこいつ言えたたちじゃねえだろうみたいな、そのなんかわかる、まあわかるその意見があるのは。え、でもね、でも成長したと思わないし、なんかその言ってること割と合ってたくないえ、なんか間違ったこと言ってるかな私。一回めっちゃ読んだんだよね、すっごい怒ってたしすっごい泣いてたけど一回ちゃんと読んだで、あ、これはでも間違ったことは言ってないよなって思ったからポストした。うん、そしたらすごいなんかバズった、怖いそんなつもりじゃなかった、なんかそんなつもりじゃなかったどうしよう助けてなんかそんなつもりじゃなかったびっくりしてる、なんか1000万とかにリーチしててびっくりしてる1000万人って何、怖いえ、怖い、そんなつもりじゃなかったんだよ。本当なんかなんか見る人が見れば分かって、あ、リカちゃんまた怒ってるな、直そうかなみたいな、そうなんかそういう意識になったらいいなみたいな、それぐらいの気持ちだった。そしたらすごい見られてなんか叩かれてる。怖い。うーん、怖いよー。これでねリカちゃんが叩かれすぎて病むまでがワンセットね。もうだって今割とそっち側だもん、なんかあそうだよねって、なんかうん、まあ私
が言ってもそうだよね、私が叩かれるよね。知ってた知ってた知ってたよ、分かってたけど、でもなんかそんな感じねみたいな。今見たら2000万になってた。怖っ、助けて、そんなつもりじゃなかったそんなつもりじゃなかった。でさ、拡散してる人がさ文句言ってんじゃん。でなんか炎上商法だとか言ってるじゃん。お前らじゃん拡散してんの。怒んないよ怒んない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 、びっくりする、びっくりしてる、びっくりしてる自分に初コメですが中井さん間違ってないです。え、だよね、いや、ちゃだよねじゃない。でもそのただご意見があるのは分かってます、すごくそうですよねってなります、私も。はい、それで今落ち込むところまで来てます。はい、今そこ今そこ、うん、うん、怒りの矛先が分からなかったです。なのでなんかなんだろう、もうだって本人たちに言って変わらないじゃないですかだからなんかどうしようかなみたいななって、なんかポストしたんです。なんか助けてという意味も込めて、だって外に言わないとわからないのかなと思ったから、うん。そしたらなんかすごい叩かれてて怖いです怖い、なんかすごいよ、なんか私に来てるやつ死ねみたいな、え死ねみたいな、なんか来てるよ、なんかお前なんていなくなれみたいな、早く卒業しろカスみたいな、やばいよ。なんか私が悪いかなこれみたいな、私パニエなくされてるんだよねって割となんかどっちかっていうとこうなんか被害を受けたみたいな側なんだけどなって。でも怒ってる人に世間って怖いじゃん、うん、怒ってるって風に見られたから多分怒り返しが来てて、なんか違うんだよね、私別に怒ってるというか悲しかった、悲しくて辛い気持ちだった、うん、病んでた、だからなんかツイッターってかポストしちゃった、うん、びっくりした。叩く意味がわからない、そうだよね、なんで私叩かれてるんだろうって未だに思ってるでもそれだけね多くの人にの目に触れるだから、触れたからいろんな意見が来るのはもうほんとわかる、すごくわかるし、なんか私に否定的な意見がある人もすごくわかる、うん、見なきゃいいんじゃないとは思うけどね、うん、でもなんかわかる、でなんかこう一言もろしてやろうみたいな自分の正義に従ってる人の意見もわかる、すごくわかる、だからもうわかるからやめて辛い、うん、辛い、うん、私が辛い、なんだろう、パニエ亡くなってそのことを言ったらまあ分かってた、そうなんかちょっと燃えるかなみたいな、ちょっとなんかまあ言ったってね、こんなに見られるとは思ってないよ、だけどなんかそのなんかちょっと話題になるかなとか、まあなんかまあ炎上する覚悟ではいた一応、そしたら思ったより燃えてる助けて助けてびっくりしてる。そんな中ラーメン部の宣伝すごい、やけくそだよねもうやけくそなんだよね本当にもう、うん、はあ、辛い。
まあでも本当ね、分かるんですよ、すごくいろんな意見があるのは。ただ炎上商法とか全くそういうことは思ってないので、いや燃えるかなと思ってたよ。でも私が言わないとさ、この先もに一生変わんないんだろうなって思ったし、なんかヤバさを分かってくれてなくて、中の人たちが、それこそ。だからそう、メンバーに近い人とかメンバーはさ、んってなること多いよ、多いし、それで文句言ってたし、だってね、自分の衣装じゃないわけだから、いざラック見てみたら。で、まあメンバーに一番近いといえば近い、そうメイクさんとかもちょっとおかしいよねってなってる中で、じゃあこのまま私がファニエも亡くなったことも言わずに、じゃあ卒業して変わらないままね、今後も同じことが起こったりとかで、私のね着てた衣装とかもこうやってまたボロボロにされて、雑に扱われて、もう卒業したからいいだろうみたいな感じにされてるのを、なんか黙って見てることを私はしたくなくて、今後もだったらもうここで言うしかないよなと思った。ただそう、私は NGT が好きだし、もっと良くなってほしいと思って言ったことだったんですけど、まあ捉えようによっては、そのなんか NGT の内情をなんか暴露してるみたいな感じに思われたというか、まあ大枠で捉えたらそうなんだけど、なんかそういう風に見られて NGT 自体がやばいグループなんじゃないかみたいな言ってる人もたくさんいたけど、なんかそうじゃなくてなんか今せっかく前を向いてみんなで頑張ってきてる中で、そういうチームの中にね、そういう人たちがいると、なんかまたそこで不満が出てきて、なんかみんなでじゃあ次の目標に向かって進もうってしてる時に足を引っ張られるんじゃないかって私は思ってしまって、だからなんか私は間違ったこと言ってると思ってないけど、でもまあいろんなね人が見るから仕方ないんですけどね。だからもしその衣装にコストを割いてないなら、なんか衣装ってそんだけメンバーにとっては大事だから、もっと大事に扱える人たちに扱ってほしいなと思うし、なんか直せるところがあるとすればね、そういう人たちにでもちゃんと直してもらって意識を変えてもらうしかもうやり方はないのかなと思っていて、メンバーがどれだけいくら頑張っててもさ、周りがそんな感じだったらさ、もうなんか無に帰すんですよ。どれだけリハしてレッスンしても、じゃあ
いざステージ出た時衣装破けました、破損してました、完全な状態じゃありませんでした。それでさ、なんか、まあ、見てる人たちも悲しいだろうし、メンバーもやっぱりどんだけ練習してダンスうまくいってても衣装がねちゃんと着れてなかったら、なんかそれだけで足を引っ張られるわけじゃないですか。なんかそういうこともありえるからさ、もうてかありえてるし、実際にコンサートで何件かそういうことがあったんだから、靴が破けたりね。だからなんかちゃんとしてほしいなっていう私の願いを込めたツイートだったわけです。そしたらクリスが見られてどうしようと思ってたね。もう本当にでもこのシーンってさ、私がこうやって温度感を持ってみんなの前に立って、立ってないけど今座ってるけど、みんなの前にこうやって顔出して言ってるのと、ただ文字だけでツイートで伝えるのとでは全く多分捉え方も違うと思うし、いつも配信見てる人たちとそのニュースだけを見た外の人たちの意見は全く違うと思う。だからなんかもうパニエが何か分かってない人だっていたし、なんか衣装チームがもうじゃあおしゃれの人がいたのかとか、なんかよく分かんないことで揉めてる人もいたし、だから分かんないけど、いろんな意見があるのはそうだし、私はでも ツイートっていうかポストしたことは間違ってないと思っていて、そう、ただ分かる人には分かってもらえると私は信じてるし、なんか多分いつも見てくださってるファンの人とか、まあ、これからも応援してくださるであろうファンの人たちっていうのはなんか改善を同じように求めてくれると私は思ってて、なんかいつも NGT を見てる人なら特にじゃあ直してほしいよねって思ってくれると私は思ってて、だから言ってよかったなと思ったし、言わなきゃ変わらなかっただろうなこの先も一生って思ったし、そうなんかだからまあそう受け止めるよ、受け止めるけど病んで死んだらごめん。ちょっとこんなにバズると思ってなくて、私もう受け止めきれないことがあるかもしれない、もしかしたら、ね、うん、ちょっと結構心にぐさぐさ刺さる投稿とかもあって、でも一個一個それは違うとかそれはこうじゃないとかって言っていくわけにもいかないじゃん。だからもういやって、うん、これで何か意識が変わってね、いい方向に、まあ、衣装部が変わってくれるか、もう違う人たちがに任せる体制が整うか、どっちかになってくれたら、ちゃんとてか中の人たちがじゃあ私が外にツイートしたことを受け止めて、まあ、改善してくれるように動いてくれる、こんだけすごいことなんだよ、こんだけ多くの人にインプレッションしてこんだけの同意が集まるぐらいやばいことなんだよってことをとりあえず身に染みて分かってもらって、なんか変わってもらうしかないよねっていう、うん、気持ちです。一生懸命やってるメンバーがいるだけに、一生懸命やってくださるスタッフさんもいるだけに、なんかそういう人たちに足を引っ張られてる NGT がもう本当にかわいそうだから、だって自分の推しメンが次に被害に遭うかもしれないんだよ。推しメンの大好きなあの衣装の一部、じゃあスカートがなくなりましたね、フリルの部分がなくなりましたってなったら、
え、じゃあもうあの牛のあの衣装姿見れないのってなっちゃうでしょ。だし、まあ、私だったからそこまで同意の意見がなかった、のかもしれないけど、でもなんか他にもそうやって衣装がなくて困ったりとか怪我したりとかしてる子がいるから、やっぱりちゃんと対応してあげてほしいなと思います。はい、うん、あとなんか何人かメンバーにじゃあ嫌がらせされてるんじゃないみたいな意見もあったんですけど、それははっきり言ってないですじゃあ、あったとしたらもう終わってるけど、このグループは私はもう本当に普段から NGT のメンバーを見てて思うけど、一緒に探してくれるような子がいるグループだよ、メンバーの中でね。自分の公演の準備もあるだろうに、一緒に探してくれてるメンバーが行ったりする子たちなのに、そこを疑うのもちょっと本当にやめてくださいっていう気持ちです。はい。なんかそれは多分私が今見てる NGT では起こりえないと思ってるので、はい。ただ本当それだけですね。うん。まあもうねバズっちゃったから仕方ないんだけど。どうしたらいいんだろう。助けて。辛い。なんでそんなことになってるんだろう。怖いよ。泣いてたんじゃない、めっちゃ泣いたよ昨日の夜とかね、ずっと泣いてた、悔しくて大の大人が最近涙腺弱いんだよね本当に。ただなんかまだ私を叩く声は止まないと思うので、ちょっとしばらく死にますそうですね、すいません本当に。なんか適当に喋ってたら3時間ぐらい経ってるよね、そろそろ終わるね7位がビスコさん、6位がステラさん、5位がもときさん、4位がチャタロウさん、3位がタッタホカさん、2位がおまめさん、1位がテリモキバーガーさんです。ありがとうございます。なんかさ最近さ来てない人いるよね、なんかこの怒涛のイベントラッシュで振り落としてきたかな、なんかあの子最近来ないなとかめっちゃ多いんだけど、どうしたのみんな生きてる？出席確認いる人、はーいなんか振り落としてきたかもしれない、やめて、パニエと一緒に行方不明にならないで最近のメンツはいるんだよね、どうしたんだろう、なんか病気とかしてないといいけど、なんか最近来てないなっていうメンツが何人かいる、うん、すみません本当にそんな感じです。まあ私の温度感がもう今このショールームを見てる人にだけでも伝わればいいなっていう感じでしたね、はい、伝わったかな。じゃあとりあえず死んでるのでここ何日かはよろしくお願いします。メンタル終わりきメンタル終わりプリ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